はい。さあ、そして水上浩一さんですが、アンバサダーに就任したご感想をお聞かせいただけますか。あのラロシュポゼが日本に上陸して、あの今年がちょうど20周年ということで、はい、なんかそんな記念すべき年にこうやって携わることができて本当に光栄に思いますし、まだ撮影はまだまだあのしてないんですけれども、その年にふさわしいような作品にできるように頑張りたいと思ってます。気合のほどが伺えるんですが、それもそのはず、水上さん、昨年の9月に本名での活動をスタートされて、ちょうど1年目の年ですね。はい、そうですね、まあ、心機一転、名前も変わりましたし、ゼロからのスタートではなくて、マイナスからのスタートだと思って、一つ一つまた積み重ねていこうと思います。あのぜひこう水上講師としてラロッシュポゼ、ぜひ多くの方に広めてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。自分の人生に寄り添ってもらってるなっていう存在だったり言葉だったり、うん、そうですね、はい、でもなんか関わってくれてる全ての人だったりとか、まあ、物だったりとか、まあ、ラロッシュポゼだったりとか、なんか一人じゃないなって思うことってすごいあるんですよね。なのでもう全てに感謝っていう感じです。私はてっきり高橋さんは旦那さんとおっしゃるのかなと思ったんですけど、はい、僕もそう思いました。でもそうですね、もう旦那さんはもう本当にありがとうなんですけど、はい、でなんか最近忙しくて安倍さんが、うん、で一緒に過ごすことも少ないので、だから余計なんか、うん、わあなんか横に寝てるだけですごい幸せだなとか、なんか朝起きていることがすごい幸せだなとか、はい、日々感じてます。水上さんはいかがでしょう。まだその撮影はまだなんですけど、まあ、とある作品の中の僕ではない、僕と全く関係のないお母さん役の方がのセリフなんですけども、うん、あの芸を男でも女でも身につける方がいい、芸は絶対にそのお前の人生を助けてくれるし人生を豊かにするんだぞっていうセリフがあったんですよ。なんかまあ、僕も一発っていうか、まあ全然未熟者ですけども、一応芸者としてこうやらせていただいてるんですけども、なんかその言葉にすごく感化されて、自分の芸って何なんだろうなってこう考えることが最近出てきまして、なんかすごくいいタイミングで考えさせられたというか、きっとその作品を撮るぐらいにはちょっとはいいものを見つけられたらいいなとは思っております。